北海道各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探す&サウナ。本日は札幌市中心部の大通り交差点にある本格サウナへお邪魔します。なんかもうすでにいい香りがする。ありました。サウナに入る前はシャワーで体を清めます。ではいざサウナへ。木の香りがすごいいい香りに包まれますね。温度が90度、いい感じの温度です。じゃん、これもらってきました。こちらはですねアロマオイルをセルフで使っていいということなので、ちょっとこちらを使ってロウリュしていきます。穏やかな蒸気に包まれてます今。アロマが入ると全然違いますね。今回はレモンの香りを使わせてもらいました。しっかり汗をかいた後は水風呂へ。嬉しい大きな水風呂。いい感じにキュッと締まりました。あ、ちょっと皆さん見てください。俯瞰温浴のすすめ、水風呂から俯瞰温浴への冷冷交代浴。これはわ、少しの温度の変化が穏やかな状態を作ってくれるんでしょうね。